皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。今回の都市は高速道路沿いに街を作ろうというコンセプトでやっております。現在開発中の街の様子をですね、上空からご覧いただいてるんですが、画面の方にですね、映ってる旅客駅ですね、こちらの方を前回かな、前々回かだったかな、おそらく前回だったと思うんですけど、作りまして、旅客列車をですね、こちらの方に、来てもらおうということで、観光客をですね、たくさん呼んで、商業エリアの顧客不足を解消しようということで、ずっとやってきて、おります。今回もですね、こちらの、商業エリアの顧客不足ですね、こちらの方をですね、ちょっと解消するために、引き続きやっていこうかなと思ってるんですが、一応ね、旅客列車来るようになって、旅客、観光客か、観光客はかなり増えてきてると思います。ちょっとね、街の情報を見ていきたいと思います。街の情報はどうやって見るんだっけ、これ。あ、これだ、情報ビューですね。こちらの方に街の状況がずっと見れるところがあるんですけども、何を見たらいいかというと、何を見たら、ラジオ放送範囲とかあるんですね、これ。ラジオ電波塔稼働、非稼働、全部真っ赤だね、これ。ラジオこれ行ったら結構あれかな、街発展するのかな。ラジオなんて全然使ったことないよね。そういうのもあるんだね。ちょっとこれは一回、調べておきましょうかね。で、どれを見たらいいんだ、これ。観光、これですね、観光。観光ですね、1週間の観光客数、1779人ということですね。結構増えたんじゃないですかね。で、観光客の財力というところで、低所得が、オレンジですかね、ちょっとこれ見ますかね、これが低所得で、中所得で、高所得という感じで、中所得者がだいぶ増えてきたんじゃないですかね。だからこれが高所得になると、買い物のその単価とかも上がるんでしょうかね。で、それにはやはり都市の魅力度というのを上げていく必要があるんじゃないかと思います。で、都市の魅力度が今 41% ということですね。で、おそらくね、この土地の魅力度っていうのは、いろんな施設ですね、それを建てていくとどんどん上がっていくんだろうと思います。このちょっと赤っぽい色ですね、こういう、ボーナス建物と言ったらいいのかな、こういう建物をどんどん作っていく。あ、図書館とかもそうなのかな、図書館とかもそうなのかな、あと公園とか、そういうのをどんどん増やしていくと、この魅力度っていうのがどんどん上がってきて、観光客の数が増えて、さらに言うと高所得者の観光客が増えてくるということなんではないかと思います。なので、ちょっとね、他にも、いろんな、なんて言うんでしょう、施設ですね、があるので、それをね、ちょっと立てていきましょうかね。で、収録外で少し道路を調整したりとか、あと路面電車の
エリアですね、まあ、走るエリアを増やしたりとか、あるいはモノレールの駅、ここは新しく作ったんだったと思いますね、ここ、はい、これまだ路線は入れてなかったのかな。あ、路線はまだ入れてない。あ、入れてるね。あ、入れてる、どうだ、これ入ってるっぽいか、入ってますね、一応入ってる。まあそういうのをね、どんどんやっていって、まあ街並みを整えていたんですが、結局のところですね、やはりまだ顧客不足、これ顧客不足だったっけ、おそらく顧客不足、はい、顧客が足りませんですね。だから顧客不足は、完全に解消してることをはなくてですね、まあ前よりはね、でもだいぶ良くなったんじゃないかとは思うんですが、まあでもまだ顧客が足りていないということですね。よし、じゃあ、施設のね、ちょっと空き地があるんで、そこにちょっとずつ建てていきましょうかね。まずね、こちらの北側のここにね、旅客列車の駅があるんですけども、まあ、ここが私の町のこの窓口になっているのかな、まあ、玄関口、窓口というか玄関口ですね。こちらの方に、あ、たくさん今観光客が来てるのかな、これね、はい、まあ、それのほど近いところですね。で、今こちらの方に、まあ、ビルか、ビルと劇場があるんですね、ここね、はい、劇場と、まあ、交通タワーというビルですね、はい、こちらの方があるの で、この後ろ側ですね、ここに少し空き地があるので、まあ、ここには路面電車の駅もありますし、まあ、なんならここ徒歩でね、ずっと、まあ、行けなくはないよという感じ。意外と駅地下ではあります、はい、まあ、ちょっと歩くと遠いかな、はい、まあ、そこに、一つ何か建てようと。でね、いろいろ試してみ、たんですが、あ、まあ、そんなに、これといったものがなかったので、まあ、この辺を建てようかなと、隕石記念公園、はい、これですね。で、娯楽度が60、まあ、そんなに多くないですね。で、騒音が10 で、これ維持費見てください、16しかないんですよね。これがいい、魅力的、ほとんど維持費がかからないというね、これがいいかなということで、ちょっとこの辺に建ててみましょうかね。はい、ズドンと、はい、こんな感じ。これも駅すぐですからね、はい、これなんか隕石が落ちてきたんですよね、ここにドーンと。でそこに、まあ、公園を作ったということでしょうね、はい。で、今度この隣ですね、この隣にもまだ空き地があるの で、ここにね、大きな、高い建物が建ってるんで、あんまり高くない方がいいかなということで、どれにしようと思ったの、あれ、どれだったかな、デパート的なやつだったかな、あれどれだ、あ、これか、ショッピングセンター。これは結構維持費高い、まあでも結構娯楽度高いですね。125、騒音100、これ入るんかな、これ入るけど、もう一個なんかなかったっけか、これか、あ、これかん、これ、これ、あ、これだ、ハイパーマーケット、これが1600、これは、これも入る、これは入らない、これは入らないですね。じゃあやっぱりこれですね。じゃあショッピングセンターをここに建てましょう。はい、じゃあ建築します。で、ここに、いろんな
観光客が、来ていろいろショッピングをしてですね、帰ると、まあお金を落として帰るというような感じでしょうかね。でこの裏側は土地が余っているので、さらに商業施設を建てときましょうかね。はい、高密度商業区画、これでもこう道が細いな、道が細いので低密度にしましょう。一応そういうあれでやってますので、まあ一応ね、はい、低密度で、はい、やってみましょう。あ、ここやっぱりやめとこう。はい、でここちょっと空いてるんで、これタクシー乗り場で作っときましょうかね。なんか埋めるのはタクシー乗り場がいいかな。ここは無理なのかな、ここは無理。じゃあこの辺だったらいける。じゃあここでいいか。うん、まあいいでしょう、こんな感じで。ああ、もう早速立ち始めましたね。結構ここ傾斜がきついんで、はいはい、まあいいでしょう。それとあとこちら側ですね、こちら側にも空き地が一つあります、ここ、はい、でここに、あそうだ、ここにねモノレールの駅一つ作ったんですよ。そうするとね、ここがね結構あれ、ここ電車来てないまだ。あ、ここちょっと仮設で引っ張っときましょうか。とりあえずね、どういうルートで行こうか、ここ始発で行こうか。でここが、結構駅が固まってるんで乗り換えとかも便利かな。でここずっとぐるって回れるかな。あ、こっちが行けるね。こう来てここで完成しましょうか。 OK、 よし、まあ、とりあえず1路線今モノレール開通させましたんで、でここに、ここにね旅客駅があって、観光客もこうどっと来る場所ではあります。でモノレールの乗り換えも行ける。で、あと地下鉄も、うお、ここ地下鉄すごい、地下鉄の乗り換えもここで行けるし、あとはまあ路面電車の駅もここありますので、横断歩道ちゃんと渡ってくださいね。これもう完全にこれ事故多発地帯ですね、ここね、はい、っていう感じなので、ここにもねちょっと大きめの何かどうですかね、何がいいかな。結構土地広いんで、なんだっけ、駅がいっぱいあるからな、まあこの辺とかも行けそうなんですけどね。ただね、これ長すぎるんだよな。もう一個図書館あるんですよね。これもいいんですけど、これね、ただね、ここにもう一個図書館あるんで、図書館っていうのもどうなのかなという、そういう感じですね。まあ、いいっちゃいいんですけどね、図書館まとめて。あれ、どれだったかな？なんかこれちょうどいいなっていうのがあったんだけど、多すぎて、あ、これか、グランドセントラル駅、これだね確か、これがちょうどよかったんじゃないかな。はい、じゃあこれ建てましょう。まあ駅がなんかよくわかんないんですけど、グランドセントラル駅、まあ、これ駅ではないんですよね。まあ鉄道の博物館みたいな感じみたいですね。だから鉄道ファンがまあたまらない感じでしょうかね。でここモノレール駅もあるし、旅客駅もあるんで、ここに観光客がどっと押し寄せるという、まあ、そういう流れを期待しましょうかね。はい、で、あとこっちの方は、商業じゃないの、これはなんだ、オフィス区画かね、オフィス区画をちょっと
入れておいて、でこの裏側は、高密度、商業エリアを入れとこうかな、はい。この辺りはちょっとまた後でね、ちょっと訂正、修正したりとかはいけると思いますので、だいぶ構想が始まってきましたね、この辺ね、はい、いいと思います。よし、これで多少は、顧客不足解消してくれるんじゃないかなというふうに期待をしております。そしたらね、次どうしますかね。あと顧客不足を解消する方法なんですけども、あとはもう飛行場ですね。飛行場を建てようかということですよね。ただ飛行場はね、騒音問題がかなり激しいんで、間違っても住居エリアの近くには建てれないですね。それと、なんだ。やっぱ空港なんで、広大な土地がいります。しかも、広大なフラットな土地がいるんですよね。だからね、ちょっと傾斜地が、傾斜が、ひどい土地とかには空港建てられないんで、ちょっと、この辺りには難しいかな。あ、そうだ。あと、ここのエリアに、もう一個ちょっと、施設建てようかなと思ってまして、はい。ここ真っ赤なんですよね、ここ。ここに商業、ごめんなさい。観光客が来る駅があるにもかかわらず、この、こっち側のエリアですね。駅の、これ、北側のエリアって言ったらいいのかな。北側のエリアには何もないんですよ。そういうあれが。で、まあ、低密度のね、商業エリアっていうのもあるので、で、ちょっと思ったのが、テレビ局。この、私の町に、テレビを、ちょっと、放映しようということで、こちらのテレビ局を建てようかなと。で、維持費もね、まあまあ安い。で、しかも言うと、娯楽度が結構高い。で騒音もね、10しかないんで、これ結構住宅街の近くでもいいんですけど、まあまあいいでしょう、ここ。商業エリアですけど、はい。ちょうど真ん中あたり建てておきましょうかね。で、大きさもね、ぴったりいけたんじゃないかな。いけるね。こっち側、駅の方から入るんでしょうか。はい。はい、ニコちゃんマークがすごい出ましたね。はいはい。よし、これで、さらにこの辺の発展に期待しましょうかね。よし、この廃墟化したやつをどんどん消していきたい。よし、よし、それとね、空港を建てようと思うんですが、ちょっとその前にこの辺にちょっと仕掛けをしとこうかなと思って、今この高速道路沿いにオフィスエリアをね、結構建てて、区画を取ってるんですけども、そのオフィスエリアにですね、ちょっと IT クラスタートックっていうのをちょっとずつ作っていこうかなと思います。そうすると、超高層の建物が建ったりとか、あと、産業ですね。産業の需要を満たしてくれたりするので、非常にいいかなと思いますので、ちょっとね、この辺の、一気にやるとね、ちょっといろいろまた別の問題が出てきたりするので、ほんとちょっとずつでいいと思うんですよね。はい、この辺りをじゃあ少し IT クラスタートックにしてあげましょうかね。建物がね、どう変わっていくかもちょっと、見ものですけどね。はい。これね。これが、IT クラスターとか、これね。はい。で、ここで、地域のところにカーソルを当てて丸ボタンかな。はい。これで IT クラスター特になりましたね、はい。なんかちょっとマークが入ったの分かりますかね、これ。これ。ね。そうすると、
あの一旦これ今建物建ってるんですけども、これが一旦潰れてですね、新しく建て替わります。まあ、それが面白いっていうのもあるんですけども、ちょっとでもまっすぐは建て替わらないですね。でおそらくこの産業の需要もね、若干減るんじゃないかと思いますけど、今産業ちょっとあるんで、この辺のどこだっけ、この辺に区画取ってるんで、ちょっと色塗りしときましょうか。この辺もね、全部オフィス区画に今建て替えていってますんで、よいしょ。あんまり一気にいくと需要を一気に満たしてしまってしまうんで、まあちょっとずついきましょうね。あれどこだっけ、あここだ。ここを今 IT クラスター特に変えたんですけど、ああこれ建物今建ってますね。はい、結構高いビルに変わりましたね。あ、向こう側もそうですね。はい、かなり高い建物に変わっていきましたね。これが IT クラスタートックですね。本当はね、もっと高くなりますこれ、今ちょっとね敷地が狭いんであれなんですけど、あこのビルとかもなんか、あーかっこいいですね、なんかね、これ。いやー、なんかいいですね、このビルね。あんまり 見ない感じで。はい。いいじゃないですかね。はい。まあ、こんな感じで、高層ビルに変わっていくっていうのが IT クラスタートックという感じですね。よし、じゃあ空港どこに作ろうかというところですが、マップ、マップをちょっと見ましょう。全体マップ。はい、こうですね。で、今、所有が4つ。で、利用可能が5つなので、5つまで開放できます。で、もうこれ南にはもう無理っぽいんですよ。で、行くとしたら北。ちょっと北1回開放しましょうか。丸ボタンかな。これで購入ですね。で、お金も今、かなり溜まってきてますので、いい感じですね。これで、この縦の列はもう伸ばせないですね。北にも南にも。で、残り4つは、右か左かっていう感じですね。まあ、高速道路沿いなんで、まあ、右なんでしょうけどね。で、できればこの湖の近くとかも開発したいなと思ってるので、で空港、ここね、ここちょっとかなりボッコってなってますよね。で空港はね、そんなたくさん作れないと思うんですよ。なので、アクセスのいいところがいいかなと思ってて、そうするとやっぱりこの中心部が一番いいんじゃないかなと思ってまして、で空港はですね、いろんな空港あるんですけど、一番最初はとりあえずこの空港ですね、普通の旅客空港を建てたいと思うんですけど、これ道路がないからまず一つ、建設できませんよというところなんですけども、あと、この辺りに来ると傾斜が急すぎますっていうのが出ますよね。はい、出ると思います。でこの辺まで来るとそれが消えてなくなる。そうするとこの辺だったら多分道路作れば空港作れるんだと思うんですけども、どうですかね。ここやっぱ住宅エリアをね、この辺作りたいのと、あと言ってたね、この南側の商業エリア、ここね、でここと北側の商業エリアをなんか作りたいなと思ってて、まあここなのかこっちなのか、あこっちでもいいか。でそこにまたターミナル駅を作って、でそこのターミナル駅とこの南側のターミナル駅をつなぐような、そういう路線をねちょっと作ってみたいなというふうに思ってるんですよね。そうなって
ってくるとですよ、そうなってくると空港はそこではないんじゃないかという、まあ、結論が出たわけですね。でもうちょっとね、土地一回開放しましょうかね、他のところもね。そうするとやっぱり湖の周りはこれ絶対欲しいなと思いますので、ちょっと購入しておきますね。で、あと2つ可能なんですよ。で、こっちかこっち。でももうこっち側ですよね、どう考えてもね。じゃあここ行きましょうかと。はい、こんな感じで行きたいと思います。で、そうするとね、ここの部分が、この町の中央あたりですよね、ちょうど。で、交通の便も中央なんで、北行くにも南行くにも、まあそれなりにいいだろうということで、ここにね、空港を作りたいなと思います。はい。で、ここもね、ちょっと、ここが、なんていうんでしょう、こう、傾斜地になってますので、まあちょっとこの辺がね、平らなんですよね。だからこの辺に作っていこうかなと思います。そしたら、作っていこうかな。はい。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Thank you.
はい、それではですね、今までですね、空港を作ってですね、その周りの開発をやってました。で、時間をね、進めながら街の発展をですね、見てたんですけども、だいたい建物を立ち並んできましたかね。で、ちょっとね、空港周りいろいろ開発をしましたので、そのあたりちょっと紹介したいと思います。ちょっと時間をね、少し緩めましょうかね。はい、まず空港ですね、こちら。はい、これ旅客空港ですね。貨物ではない、普通に、観光客が隣町からやってくるような空港になります。はい、今まさに飛行機が離陸しようとしてますね。はい、この空港はね、かなり小さいな空港。これがノーマル空港ですね。で、他にも空港は、いろんな空港がありまして、それによってその大きさとか、あと飛行機がこう駐機できる数とか、そのあたりが随分変わるみたいですね。で、ひょっとしたら、もう一個ぐらい空港作るかもしれないんですけど、一旦はこれでしばらくは様子を見ようと思います。で、その周りに作ったのが、これはね、ハイテク機器の何でしょう、建物、会社オフィスですかね。ちょっと情報見ましょうか。ソフトウェア開発スタジオとかいうやつですね。で、ハイテク機械の工場、開発研究所みたいなところ。こっちは電気自動車工場ということですね。はい、これはもう見た目みたいな、見た目ですね。はい、空港周りなんでね、あまり高い建物は建てれないんで、こういうちょっと工場っぽいハイテクな、施設、オフィスも兼ねてんのかな。半導体プラント、今ちょっと話題ですけどね、半導体。はい、そういうのをちょっと作ってみました。で、あとはちょっと公園とか作って、飛行機をね、ちょっとこう見れる公園みたいな、そういう感じでしょうか。はい、それと空港近くにはモノレールの駅ですね。はい、これは観光客がこちらの方ですね、飛行機でやってきて街のあちこちに行けるようにモノレールの駅を作っております。それとこれが旅客列車の駅もちょっと作ってまして、ここはね、今現状はこれこっち側ですね、ここね、川沿いにこれ、鉄道の線路がね、隣町とこれ接続しているところがありましたので、そこにつないであるという形です。こことしかね、繋がってません、ここなので、来るのはもう旅客列車だけですね。だから、ここも一応観光客が来て、で、モノレールに乗り換え、あるいはね、ここに、地下鉄作ったんで、地下鉄に乗り換えて各観光地に、行くような、そういう感じで考えてます。で、そうですね、将来的にはここの鉄道駅ですね、こちらの方を、どっかにつないでいこうかなとは思ってるんですけど、またちょっと考えてないので、今後少しね、考えていこうかなと思います。で、先ほど言ったここ地下鉄もここにあるので、基本的にはこの、鉄道駅、それと空港ですね。ここで観光客が来て、モノレールと地下鉄で、各観光地に、向かうというような感じで考えております。はい、で、空港の周りはですね、基本的には騒音問題が発生しますので、そうですね、商業エリアとか、あとオフィスエリア、そのあたりをちょっと開発してみました。はい、かなり建物立ち並んできましたね。で、ちょっとね、まだ空き地かなりあるんで、今後需要が出ればどんどん建てていこうかなと思います。
今ね、どっちかというと住宅の需要がね、ちょっと高まってまして、で、ちょっとね、ここの川の部分ですね、川のところ、川沿いに埋め立て地をずっと作りたいなという話してたんですが、まあ、ちょっとだけね、ここ埋め立てしまして、で、住居エリアをね、少し開発しました。で住宅の需要がねまだちょっとあるので、もうちょっとねこう伸ばしていこうかなと思いますね、はい、でこれねちょっとねやりすぎるとこの水がね氾濫してしまうのでその様子を見ながらちょっとやってる状況ですね。だからまあ落ち着いたらこれも伸ばしてまあ、この橋ぐらいですかね。この橋までちょっと埋め立てをしまして。で、また様子を見て、今度は反対側ですね。対岸をやるというような感じでやっていこうかなと思います。で、今ここにポンプですね。ポンプ施設を、まあ、かなりたくさん作って、飲み水で使ってるんで、まあ、できればもう少し人口が増えれば飲み水もね、もっと必要になるんで、まあ、ここの水をどんどん汲み上げて、まあ、ここの、まあ、水路、まあ、水路じゃない、川の水をちょっと減らしていきたいと思います。で、ここの水が減れば、埋め立てもうまくいくんじゃないかと思いますので、はい、という感じで今やっていますね。はい、で、観光客がだいぶ増えてると思います。なので、まあ、今後時間を進めれば、顧客不足も多少はね、緩んでくるんじゃないかと思います。まだちょっと、顧客不足あるんで、まあ、その辺はちょっとね、時間を進めながら、ね、確実に観光客が増えてると思うので、あとはまあ人口ですね。実際私の町の人口も増やしていかないといけない。で今現状人口が、123,357人ということなので、まあまあ順調に増えてるとは思います。で住宅エリアもねちょっとどっか新しく開発を行わないといけないなという感じですね。でどうしようかなという感じで今思ってるんですけども、あとここだ、ここにちょっとだけこう農業エリアか、このねマップから開放してちょっと色がね土の色というか地面の色が少しこう変わってるのがわかると思うんですけども、ちょっと街の情報をちょっと見ましょうかね。この石マークのところですね、天然資源のところで肥沃な大地っていうのがあるんですけども、まさにこの辺りがそれに当たってまして、で、まあ、この辺でね、農業ができますので、まあ、その辺ちょっと農業をね、この辺で少しやろうかなと思います。で、これはね、もう自分で作れないんで、もうこれ特有のものなので、あとこの辺も少しあるのかな、この辺ね。ただ、ここ土地どう、まあ、解放するかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、今回解放したところで、まあ、たまたま肥沃な大地がありましたので少しでもね農業をやろうかなということでちょっと始めております。どうだろうね、新しい住宅エリアこの辺かな、この辺空港のね、ちょっと騒音問題がちょっと届かないところだよね。でこの湖の周りはできたらなんかこう観光施設とかねちょっと作りたいなと思ってまして、まあ、風光明媚なところだろうと思うのでなんかねそういうのを作りたいな、だからあと貨物空港もねちょっと作りたいんですよね。だから貨物空港をもうこの空港に固めちゃって、まあ、この辺とかそうしたら住宅エリアこの辺でもいいのかなっていう感じはありますよね。ちょっとね、この辺工場作ったとしてもね、高速から少し離れてるんで、それがちょっと心配なんですよね。
やっぱここを開放した方がいいかもね、こっち側ね。そうするとここに高速道路あるんで、そこから分岐させてこっち側にも高速のねアクセスできるようになるんで、うん、まあまあそういう感じかな。はい、はい、そうですね。まあ今回はまあちょっと空港を作ってですね、観光客の数を増やして、まあ、顧客不足をですね、ちょっと解消するというようなことをやってきました。まあ、ある程度ね、成果は出たんじゃないかと思います。次回は、そうだね、まあ、今、住宅の需要がだいぶ高まってきてますので、住宅エリアの開発をちょっとやっていこうかなと思っております。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。